1819年10月16日、江戸で誕生。1836年、兄の後を継ぎ、福山藩主に。1838年、わずか20歳で、奏者番。奏者番とは、江戸城のしきたり全般の役職。1840年最年少で、幕府の寺社奉行。1843年、老中。1845年、天保の改革の失敗を受け、彼が老中首座となる。老中首座とは、常に4から5人いた老中の中で一番高い位。当時のアメリカはメキシコと戦い、勝利し次はハワイか日本か。1853年、ペリーが浦賀に来る。鎖国中の日本は造船を禁止していた。なので、軍事力がないため追い払えなかった。幕府の規定で、アメリカの国書も受け取れなかった。苦肉の策として来年、来日することを約束した。開国を朝廷に進言する。1854年、再びペリーが来て、日米和親条約締結。内容は、外国船が漂流したら、物資の提供をすることを認めた。下田、函館を開港。ロシアとも和親条約を結ぶ。さあ、困ったぞ。外国船が次々と来そうだ。そこで、国防強化をする。まず、徳川斉昭、松平春嶽、川路利明などを登用。朝廷、幕府、諸藩の合体と、幕政の改革に努めた。1、公部署の開設。軍事訓練機関を作る。2、番所調べ所の開設。要所の翻訳する専門機関を作る。後の東大。3、人材の登用。4、解剖策の強化。日本各所にお台場、砲台を作る。海軍練習所を建てる。海軍の教育機関。勝海舟、江戸本武明、五代友厚などがいた。1857年、過労で帰らぬ人となりました。彼は誰？